バーニア制御、または、バーニア制御は、主たる、制御機器に加えて補助的な制御機器を用いる、ことによって、出力変動を小さくしたり、微調整を行う手法である。バーニアの語は、長さの測定機器であるノギスの補助メモリに由来する。本校では、鉄道における電気車の速度制御に対し、本方式を用いた、主電動機の電圧制御について、主として述べる。 随一から一通常の抵抗制御の概念図。随一から二抵抗制御における速度と電流値。抵抗値の切り替えによって、電流値は段階的に制御される。電気機関車や電車など電気を動力源とする電気鉄道は、19世紀末に登場以来、直巻性粒子電動機が用いられてきた。直流電動機は、起動時のトルク特性に優れるほか、 速度制御が容易であり、20世紀末に VVVF インバータ制御による交流電動機駆動が主流となるまで約1世紀にわたり電気車の主電動機として広く用いられた。直流電動機の速度制御方法として採用実績が多かったのが抵抗制御方式である。安価かつ簡便に電動機の電圧を制御する方法であったが、簡便であるが、 ゆえの課題もあり、バーニア抵抗制御は、その解決策の一つとして用いられたものである。直巻膜粒子電動機は、電流値が回転速度に反比例する特性を持ち、回転力は電流値の事情に比例することから、指導トルクが大きく、電気車の電動機として望ましい特性を持っている。しかしながら、指導時に低格電圧を作用させると、 電流やトルクが課題となるため、電動機にかかる電圧を低くして指導する必要がある。ここで、抵抗器を電動機と直列に配置し、電動機に作用する電圧と電流を抑えて指導する方法が、抵抗制御である。電動機は、回転速度が上昇すると、電動機内部に逆気電力を生じ、電流及びトルクが減少する。そこで、抵抗制御では、 速度の上昇に合わせて設定された一定の限り留置まで電流が減少すると抵抗値を減らして次のノッチに進み電動機に作用する電圧を上げ一定の電流を確保しながら加速を行う抵抗制御における問題点の一つは電圧の制御が不連続な段階制御となることである抵抗制御における回転速度と電流の関係を グラフ化しず1から2に示す。抵抗制御は有限個の抵抗器を切り替えて、電圧や電流を制御する方法であることから、抵抗値の切り替えに伴い電流値が急変しグラフは、ノコギリ状となる。電流値の急変は、トルクの急変となることから、加速時にショックを伴い乗り心地を損ねる。また、鉄道は、鉄の車輪と鉄のレールを用いるため、 両者の摩擦力が極めて小さく、トルクの急変は空転を引き起こす原因となりかねない。随地から3バーニア抵抗制御の概念図。副抵抗器を用いて抵抗値の刻み幅を小さくする。随地から4バーニア抵抗制御における速度と電流値。通常の抵抗制御に比べ、電流の変動幅が小さい。 段階制御の影響を抑えるには、切り替える段数を多くして抵抗値の刻みを小さくすることが有効である。ここで、主たる抵抗器の他に副抵抗器を設け、この両者を組み合わせて、多数の段階を得るのが、バーニア抵抗制御である。通常の抵抗制御に比べ段数が多いことから、超多段抵抗制御とも呼ぶ。図1から3。 1> 図1から4にバーニア抵抗制御の概念図を示す。主抵抗器を切り替えるとき、その差に相当する抵抗値を細分したものを副抵抗器として用意し、抵抗値の微調整を行うものである。図では4個の副抵抗器を用意し、主抵抗器の切り替えによる抵抗値の変化を5分の1に抑えている。これによって、トルクの変動を小さく抑え、粘着力ギリギリの引っ張り力を、 駆動軸に与えることができる。バーニア抵抗制御は抵抗制御方式の性能向上策として重量の大きい貨物列車を牽引する電気機関車や加速性能の高い電車に用いられた。以下に日本の事例を示す。交流電化路線を走行する交流電気車においても20世紀末頃まで直流電動機が主として用いられたが、 直流電気車とは異なる制御方式が取られた。交流電気車は電圧の制御が容易であり、抵抗制御を用いることなく直巻清流子電動機にかかる電圧を変えることが可能であった。特に連続位相制御と呼ばれる方式は電圧を連続的に変化させることが可能であり、抵抗制御の課題であった。不連続な回転力の変化が生じない方式であった。 その一方で、位相制御は高調波と呼ばれるノイズを生じ、誘導障害を引き起こすことが課題であった。バーニア連続位相制御は、その対策の一つである。図2から1タップ制御と、位相制御図2から2位相制御の仕組み。トリガと呼ばれる、信号電流によって、交流波形の一部を取り出し、平均電圧を自在に制御する。 交流を取り入れ整流子電動機を駆動する交流電気車は直流電気車のような抵抗制御を一般に用いず交流車独自の電圧制御が行う一つは変圧器を用いる方法で入力側と出力側の巻線比率によって異なる電圧を得ることができる変圧器に切り替え可能なタップを設ければ段階的に電圧を変えることが可能となり これをタップ制御と呼ぶ。もう一つの方法が位相制御である。タップ制御が電圧そのものを変えるのに対し、スイッチング機能を持つ整流器等によって特定の時間のみ電流を導通させ、平均電圧を制御する方法である。図2から2に位相制御の仕組みを示す。 トリガと呼ばれる信号電流を制御電極に与えると交流電流が流れ、電流がゼロになるまで流れ続ける。トリガを与えるタイミングを変化させると、半波長分の導通を0から100%まで自在に制御でき、平均電圧を連続的に変えることができる。位相制御は、格子電極付けの水銀制流器や磁気増幅器で行われ、交流電気車においても、 段階制御であるタップ制御の電圧を補完的に連続制御する方法として用いられた。その後、小型、軽量の半導体素子であるサイリスタの実用化によって全てを位相制御で行うサイリスタ連続位相制御へと発展する。図2から4に位,位相制御の問題。交流波形を乱し、ノイズを発生させる。位相制御は、 連続的に電圧を制御できることから、粘着性能に優れ、空転を起こしにくいことが特徴である。その反面、位相制御は、制限波である、交流波形を途中でカットする方式であり、波形を乱して、高調波ノイズを発生させる。このノイズが大きいと、信号や通信といった、地上設備に悪影響を与える誘導障害を、引き起こすことが問題であった。 この影響を抑制するには、ノイズを除去するフィルターを設けたり、変圧器の二次側を分割して、複数の制御素子を順次移送制御し、個々の制御幅を小さくすることが効果的である。しかしながら、いたずらに素子数を増やすことは、制御機器のコスト増を招くことから、実用上は2分割から6分割程度であった。不当六分割のバーニア連続移送制御。 採用した新幹線200系電車そこで少ない素指数で位相制御幅を小さくし、高調波の影響を抑える仕組みがバーニア連続位相制御である。本方式では変圧器の二次側を不等分割し、容量の小さな二組のサイリスタブリッジとその2倍の容量を持つブリッジによって構成される。図2から5に不等後分割の事例を示す。 この事例では、ブリッジ T1T2 を巻線比率の8分の1とし、残りの T3T4T5 を4分の1とする。T1 を連続位相制御し、T2 と組み合わせることで8分の1単位で位相制御を行い、5分割でありながら8分割相当の細かな制御ができ、高調波の影響を小さくすることができる。 バーニア連続位相制御は1973年、日本国有鉄道によって、新幹線の試験車両である961、軽電車に、不当後分割方式の試験が実施された。961型は、全国新幹線網計画に基づき、東海道、山陽新幹線と東北、上越新幹線の直通運転を想定した車両であった。 これらの新幹線は、東京駅を境に、電源周波数が異なっており、両者に対する高調波フィルタを設けることが濃いなんで、あったため、本方式を採用して、高調波そのものの低減を図ることを目的とした。さらに東北、上越新幹線の先行試作者である962、軽電車に、不登録分割のバーニア連続位相制御が、採用され、 営業車両である200系電車にも同方式が踏襲された。結局、東京駅を挟んだ新幹線の直通運転は行われることはなく、961系、200系は電源周波数5 0ルツのみの対応となったが、連続位相制御を行うブリッジが一つだけで良いことから、機器の簡素化に寄与した。その後、サイリスタの抗体扱いや変圧器による、 高調波対策が進んだことから、東海道、山陽新幹線の100系電車は、素指数を減らした4分割の順次制御とされ、以来バーニア連続移送制御は採用されていない。ありがとうございます。